こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年6月8日月曜日、今日もよろしくお願いします。私は小学生の頃、東京のおばに小さなことわざ辞典をもらったのをきっかけに、ことわざが大好きになりました。今もその小さなことわざ辞典は私の宝物となっていますが、大人になってそのことわざのほとんどが聖書の御言葉だとわかると、とても驚くと同時に、私たちは本当に何も知らないで生活しているのだと実感しました。例えば、目は心の窓、七転び八起き、尾を振る犬は叩かれず、など皆聖書の御言葉なのですが、今日取り上げたいのは豚に真珠。これはマタイの福音書7章の中でイエス・キリストが弟子に語った御言葉ですが、聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな、おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう、と言われています。豚に真珠は寄生虫とも深く関係して、今日はそれは省きますが、私たちが知っている豚に真珠ということわざの後にはまだ後があって、その真珠をもらった豚はあなたを噛みつくようになるとあります。これはまさに今の日本と中国の関係だと思います。聖なるものや真珠とは、私たち国民の税金のこと。日本政府は私たち国民に隠れて、どれほどの金品を中国に流してきたことでしょう。そして今、その豚に噛みつかれている。豚はイノシシと人間のハイブリッドだという研究者もいますが、噛みつかれたらただでは済まされないのがイノシシで、昨年も私の住む隣町の方がイノシシに噛まれて亡くなるという悲しい出来事がありました。私たち国民が政府を信じてぼんやりしている間に、政府は中国という豚に餌を与えすぎてコロッコロに肥えさせ、噛みついてくるほどに凶暴にしてしまいました。最初から餌を与えてはならない相手だったのです。この凶暴な豚を日本に上陸させては絶対にダメ。聖書ヨハネの黙示録にも、悪魔は海から上がってくるとあります。もうすでに日本の隅々までこの豚に侵食されてしまっていますが、オセロのように最後の四隅を取って挽回させる力を私たちは持っています。私はペンは剣より強しだと思っています。私のように動画とかブログで発信する方法もあれば、もしその勇気がなければ、内閣府のホームページへ、中国と速攻縁を切れというメールを送ることもできます。私がこの意見メールが送れることを知ったのはまだ1年ぐらい前で、初めて送った時はそりゃ勇気がいりましたが、内閣府のホームページには首相官邸に対するご意見ご感想をお寄せくださいとあり、記入して送信すると、
ご意見ありがとうございましたとちゃんとお礼まで言ってくれます。寄生虫がたっぷりかかったエゴの塊の豚どもにこの聖なる日本を占領させてはダメです。で、今日は豚に真珠の豚とは中国共産党のことですよというお話をさせていただきました。下の方に政府へ送れるご意見メールの URL を貼っておきます。ご自分でも政府意見メールと検索していただくとヒットします。この内閣のホームページだって私たち国民の税金によって運営されているのですから、もうどんどん遠慮なく使ってください。先日満月を拝むなというお話をさせていただきましたが、それは政府も同じです。政府や政治家官僚に主権を与えるのではなく、私たち国民がしっかりとその手で主権を握るのです。そして豚の餌になりたくなかったら、この主権を握った手を緩めないことです。それでは今日はこの辺で、またね、バイバイ。